ってて、明日大事な取引だものね。いらっしゃいませ。すいません。はい、毎度どうも。注文したのあります？小さな虹を出す魔法とシャボン玉に色をつける魔法ですね。少々お待ちください。緊張をほぐせるよう調合してみましょう。またどうぞお越しください。いつものやつお願いね。はい。あのはい、どのような魔法をご所望ですか？いえ、こちらに月城琥珀さんって。あら、琥珀のお友達？ごめんなさい、あの子今イギリスに留学してるのよ、魔法の勉強しに。帰ってくるの少し伸びるって落第したんじゃないかしら。もう、あら、琥珀ちゃんらしいわね。そうなんですよ。いらっしゃいませ。あの、すみません、卒業した先輩にプレゼントを渡したいんですが。はい、ちょっと待っててね。お待ちなさい。おばあちゃん、お待たせしました。なくしたものを見つける魔法ですね。ありがとう。残念ながら琥珀はいないけど、他に行く当てはあるの？来たところへ帰れる？なら、あの子が帰ってくるまでうちにいてもらうしかないかしら。でも、女の子を一人で放り出すわけにはいかないわ。それに、この手紙が本当なら、あなたはうちの家族なんですもの。時間魔法は不可逆を扱うから、とても難しいとされているのよ。あなたにおばあちゃんと呼ばれた時は驚いたけれど、琥珀なら実現できるかもしれないわね。それに、本当の方が素敵でしょ。こうして孫の孫に会えるなんて。そういえば、このアズライトおばあちゃん、すみません、落としたみたいです。私探してきます。はい、ちょっとストップ。外はもう暗いのよ。探すのは明日になさい。魔法使いというのが本当なら、アズライトを放っといてもあなたの手に戻るわよ。この部屋を使ってちょうだい。屋根裏だから狭くて申し訳ないんだけど。私、この部屋知ってます。昔、おばあちゃんがよくここで絵本を読んでくれた。そう、じゃあ60年後もこの家はあるのね。でも、ずっと新しい匂い。そりゃそうよ、去年建てたばかりだもの。当座の着替えも用意しなくちゃね。すみません、いろいろと。いいのよ、気にしなくて。晩ご飯の支度ができたら呼びに来るわ。はい。どうなるんだろう、これから。おはようございます。おはよう。おはよう。よく眠れた？はい、おかげさまで。あの、昨夜はありがとうございました。気にしないで。私も魔法使いの端くれだから、なんとなくわかるの。パパは一般の人だけど、おばあちゃんがいいって言うなら問題ないわよ。ねえパパ。うん。結構な魔法使いなのよ、うちのおばあちゃん。琥珀が帰るまでゆっくりホームステイしていって。琥珀ちゃんと帰ってくるのか？あいつ適当だからな。さあ、朝ごはんにしましょう。あの、後で少し出かけてきてもいいですか？もちろんよ。アズライトを落としてしまって。なくしたものを見つける魔法は使えないの？はい。これをお使いなさい。目を閉じて探し物を思い出しながら主婦に向かって巻くだけよ。はい。何それ？
昨日2階から脱走する女の子を見かけたってご近所さんがたくさんいるんですけど。は？とぼけても無駄。母の情報もなめんなよ。これが証拠よ、証拠。知らないし。ロングヘアの美人だってね。いいのいいの、怒ってないから。むしろよくやったっていうか、うちの息子絵にしか興味ないのかなって心配してたから。ごちそうさま。でもほら、うち母子家庭だし、いろいろ言う人もいるからさ、2階から逃がしたりとかしないで、次はちゃんと。心当たり全くないし、そいつ不法侵入者かも。盗まれたものないか確かめといて。これ手がかりとして警察に届けとく。帰りはバイトで遅くなるから。え？じゃあ行ってきます。私は何をしにここに来たんだろう。心配しなくても、しかるべき時が来ればきっとわかるわ。カメラは好き？ユイトの彼女じゃん。見せてくれないかな、魔法使うところ。魔法なんて大嫌い。